新型コロナの重症患者にとって最後の砦とされるのが人工心肺装置 ECMO。 運用するには専門の知識を習得した人材が必要です。こうした人材を増やそうと福岡市で研修会が開かれました。福岡大学病院で開かれた今日の研修会には、県内45の病院から医者や看護師などおよそ180人が参加しました。これを当てながら、そうですね、ECMO の装置の管などに血栓が詰まったりしていないかといった実践に即した研修も行われました。ECMO は患者から抜いた血液に酸素を供給して体内に戻す装置です。肺を休ませながら治癒を待つことができ、新型コロナの治療として最後の砦とされています。しかし、1台の運用を始めるのに6人以上が必要とされ、こうした人員の問題などハードルの高さが課題とされています。まあ、看護師さんですとか臨床工学士さんとか今日得た知識をですね共有して、チーム医療でしっかり診療に当たっていけるようにしたいと思います。こういった講習会を通して、まあ ECMO を使える医療従事者というのを増やしていかなければいけない。それがまあコロナウイルスのパンデミックにおいては急務だと。研修を行った福岡大学病院は、地域の病院同士で連携を取り合える体制づくりが必要としています。